ついにウクライナ軍の大規模反攻作戦が始まったとの情報を入手したよ。メルトポリ奪還を目指そうとするウクライナ側からは特に発表はないが、確かに反撃は始まっているらしいな。ウクライナの快進撃がそろそろ始まりそうな予感だよね。さて今回は、アメリカが報じた第二次大規模反攻を詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。2023年6月8日にアメリカのワシントンポスト紙及び NBC テレビがウクライナ軍高官からの情報を入れて、ウクライナ国内を占領しているロシア軍に対する大規模反攻作戦に着手した可能性が高いと伝えたよ。ウクライナの反転攻勢作戦に投入される予定の新編機械化部隊には、主力戦車としてアメリカからは MH エイブラムス、イギリスからはチャレンジャーに、ドイツからはレオパルト2がウクライナ軍に供与されることが約束され、ウクライナ兵に対してそれら戦車の操縦訓練や機構部隊運用方法などの訓練が西側諸国によって実施されているんだ。戦車の他にもアメリカからストライカー装輪装甲戦闘車 M2 ブラッドレイ歩兵戦闘車 M113 兵員装甲輸送車、ドイツから歩兵戦闘車マルダー、フランスからは AMX-10RC 歩兵戦闘車などがそれぞれ供与され、ウクライナ軍では、これらの装備を有する4000人規模の新編機械化旅団が12個、合計4万8000人の反攻戦力が用意され、領土内のロシア軍を駆逐する準備が5月中には整えられていたらしいぜ。現在編成中の12個旅団に関して、先日アメリカ国防総省から流出した機密文書において、9個旅団に対番号が第21、第32、第33、第37、第47、第82、第117、第118と割り当てられ、その資料からは番号が読み取ることができない1個旅団で、それぞれアメリカ、カナダ、英国、ドイツ、フランス、ベルギー、フィンランド、ポーランド、チェコスロベニアで訓練を進められているらしく、残る3個旅団はウクライナ国内で編成中のようだね。この最後の3個旅団には、ポーランドから供与された旧ソ連製の T-72 のほか、T-72 をポーランドが改良した PT-91 とファルディなど、ウクライナ国内において自分たちで操縦訓練が実施可能な戦車を配備すると見られているよ。また12個旅団中の先に示した6個旅団はすでに訓練を3月31日までに終わらせ、残りの3個旅団は4月30日までに全ての準備が整えられ、9個旅団全体で必要とされる装備としては、戦車253両装甲戦闘車381両自走式榴弾砲と牽引式榴弾砲合わせて147門に加えて、対地雷装甲車マックスプロや輸送トラックなどを含めた480両のほか、アメリカ製の高機動多用途装輪車両ハンビーが571両とされているな。旅団定数は従来のウクライナ軍の定数からすると1個旅団が4000から5000人であるため、12個旅団の総兵力は4万8000人と推定されているが、実際の総兵力は上回るだろうと言われており、機密文書には5月中に準備が整えられると記されていたぜ。ウクライナ軍が反転攻勢を開始したことを想像させる内容として、6月4日以降ロシア国防省及びショイグ国防省がドネツク州南部においてウクライナ軍の2個旅団が攻撃を仕掛けたものの、逆にロシア軍が大きな戦果を上げていると連日発表しており、この攻撃こそがウクライナ軍の反転攻勢であり、それが失敗を重ねていることを主張しているんだ。このことに関してロシア国防省のコナシェンコフ報道官が6月4日に発表した内容として冒頭に、ウクライナ東部ドンバス地方のドネツク州南西部やザポリージャ州北東部のノボダロフカの周辺など5カ所とされ、ロシア軍の防衛陣地に攻撃を仕掛けてきたウクライナ軍に対して、ロシア軍が航空機による空爆と砲撃によって応戦して撃退に成功したと述べていたよ。この5カ所にウクライナ軍の2個機械化旅団が大規模な攻撃を仕掛けたけど、現地を防衛するロシア軍が進軍してきた6個機械化歩兵大隊と2個戦車大隊に対して損害を与え、250人以上の兵士が死傷したほか、戦車16両、歩兵戦闘車3両、装甲戦闘車両21両を破壊したとの発表があったってわけ。また、コナシェンコフ報道官の発表以前に、
ショイグ国防相が5月30日に開催されたロシア国防会議において、5月だけでウクライナ軍が保有している戦車を400両以上破壊したほか、460機以上のドローンを撃墜し、1万6000人以上のウクライナ軍の兵員を殺害したと述べていたことをロシア通信が報じており、これはウクライナ軍の反転攻勢を警戒するロシア国防省による誇大報告ではないかと疑われていたぜ。さらにショイグ国防相は6月6日この3日間において、ウクライナ軍が公言していた反転攻勢を実施したが、ロシア軍の反撃によってウクライナ軍兵士3715名を殺害し、戦車52両と装甲車両207両を破壊したほか、戦闘機5機を撃墜した。また、ウクライナ軍は目標を達成することができず、大損害をかぶって後退したと述べていたな。しかも反転攻勢がロシア軍の反撃によって全てが負け戦に向かっていると主張した上でロシア軍の損害は戦死者71名、負傷者210名に戦車15両の損失であったとも述べ、ロシア軍の損害が軽微であると付け加えることでロシア国民を安堵させたみたい。まだまだ言い足りないショイグ国防相は、その2日後にもウクライナ軍が8日未明に、南部ザポリージャ州の西部にあるオリヒウ近郊南方にあるロシア軍陣地に攻撃を仕掛けて激しい戦闘を起こしたがロシア軍が撃退したとコメントを残しているよ。このオリヒウという地は、南部戦線におけるロシア軍の一大補給拠点である同州のメリトポリの北方約 80km に位置し、かろうじてウクライナ軍の支配下にあるザポリージャ市からトクマクを経てメリトポリへ通じる幹線道路上にあることから、このショイグ国防相のコメントが事実であれば、ウクライナ軍の大規模反攻によってメリトポリ奪還を視野に入れて、ロシア本国やドネツク州、ヘルソン州につながるクリミア半島との連絡回廊を遮断する作戦である可能性が高いと考えられるぜ。ロシアの民間軍事会社ワグネルの創設者であるエフゲニー・プリジン氏は、ウクライナ軍が南部戦線や東部戦線で反転攻勢を開始したことに関して、6月6日に本人が持つテレグラムの公式チャンネルでの動画投稿を通じて、ウクライナの反転攻勢を止められるのはワグネル戦闘部隊だけであり、ワグネルに20万の兵士を追加せよとロシア国防省へ要求したね。この動画においてプリゴジン氏はルハンシク州とドネツク州の激戦区とされる前線に対応できるのはワグネル戦闘部隊だけであり、我々の作戦計画は整っているが、そのためには20万人超の人員が必要だと述べ、プーチン大統領に対して総動員令を発して兵力を増やすようにと促した上で、その動員兵たちには3ヶ月以上の訓練が必要であると付け加えているんだ。また、ドネツク州の南部戦線における戦況がショイグ国防省の発表と違って、すでに防衛線は突破されて壊滅的な状況であり、ブフレダールから 10km ほど西にあるノボドネツコへはウクライナ軍に奪還されており、今後ロシア軍部隊がさらに5から8km も後退することになれば相手の進軍は止められずに、やがてアゾフ海沿岸のベルジャンシクやマリウポリに到達することになると指摘しているが、そうなったとしてもウクライナ軍を止める第二の手段を出すだけだろうな。ショイグ国防省の発表と同様にプリゴジン氏の発表に関しても信憑性を両方とも疑問視する声が多く、発信された通りに受け取ることはできないと言われており、6月22日時点ではウクライナ軍の第二次大規模反攻はロシア軍が設置した地雷原によって進行を阻まれていると報じられているため、結局は長期化となって秋の訪れを聞くことになりそうだよね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。